ばんは。コッタの武藤です。徳永です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で今日はですね、あのベリーツを使った、いちごのタルト、タルトフレーズを作っていきたいと思います。パートシュクレですが、まずね、バターはもうこういった柔らかい状態のものほぐしておきます。で続いてほぐれましたら粉糖、あらかじめ振るっておいた方がいいですね。粉糖を加えます。で、粉糖の粉気がなくなるまで混ぜていきます。でこんな感じで、粉気がなくなったら OK です。で続いてこの中にアーモンドプードルを加えます。これもね、振っといた方が混ざりやすいです。もうこれも一つにまとまったら OK です。でここまでできたら全卵、塩、バニラ、これをね、塩も入るんですけど、塩を直接入れてしまってもなかなか溶けてくれないので、あらかじめ分散させるために、卵に溶かしておきます。一つまみですね。この量だったら大体ほんとこれぐらい入れるぐらいです。これ入れておいて、でバニラの香りを少し入れておきます。でここで混ぜておきます。これを少しずつ加えていきます。卵は常温に戻しておいてください。冷蔵庫から出したてだと、冷たすぎて、バターにきれいに馴染んでいってくれずに乳化しづらいです。なので必ず室温に戻しておいた卵を、加えておいてください。でこのように混ざりましたら、最後にふるった強力粉です。加えます。もう全量一気に加えちゃいますね。で、粉を入れてからあんまり練りすぎないようにすることがポイントかもしれないです。でこのようにちょっとパラパラが残ってるぐらいのところ、これぐらいの時に、ラップにくるんで置いておきます。で時間経ってからもう一回これで一晩ちょっと寝かしておきます、冷蔵庫の中で。で今回はちょっと差し替えを済まね作ってきているんですけど、生地がこのように出来上がるので、それをもう一回まとまるまでちょっと軽く練ってもらって、それをこの厚さ2ミリですね、2ミリの厚さにこういったものを使って、この上でこう伸ばしてやって薄くこういった状態にします。でこのタルトリングにちょっと敷き込んでいきます。でね、このサイズ、これが2ミリに伸ばした後にカットしてます。15mm×22mm、 220mm ですね、 1.5cm×22cm に、カットしてあります。これをね敷き込んでいきます。このままこうやってタルトリングのところに分けるっていうのがポイントですね。あ、そうです。で、少しはみ出したところをこうやってカットしておきます。そうするとね、仕上がり綺麗です。こういった状態。で、これを、60ミリの抜き型で抜いてます。これですね。これで伸ばしたものを抜いているものです。でこれをそのまま、さっき仕込んだタルトリングの中に入れるだけです。
で、これが敷き込めたら一旦冷蔵庫に入れて、30分以上は冷ましておいた方がいいですね。クレームパチエルを仕込んでいきたいと思います。でまず牛乳、それとバニラで沸かしていきます。で沸かしている間に卵黄とグラニュー糖、これをすり混ぜます。ここでしっかりね、白っぽくなるまで混ぜ合わせておく方がいいですね。続いてコーンスターチと薄力粉を加えます。これもふるっておいた方が混ざりやすいんで、あらかじめふるっておくといいと思います。でこのように粉っけなくなるまでしっかり混ぜたらこれで OK です。で沸いた牛乳と合わせて、火を入れていきます。で、沸いたら卵の方に混ぜて入れていきます。常にね、混ぜながら火を入れていってください。そうしないとね、そこの方ですぐ焦げてしまうので、鍋を回転とかさせながらね、火を入れていくといいです。中火と強火の間ぐらいで火を入れていきます。まあ強火すぎてもね、焦げついたりしますし、火が弱すぎてもね、ザラザラのクリームになったりすることがあるので、焦げない程度の強火で炊き上げていくといいと思います。でこのようにプクプクと沸いてきて、こうやってもうツヤが出てきてますよね。これで炊き上がりです。でこのように炊き上がったら裏ごしします。これぐらいの目の細かさの網でごしていきます。でこの状態で、できるだけ薄く伸ばしておいて、ラップを引いて、それで冷凍庫とかに入れて冷やします。はい、では、続いてクレームフランジパンを、仕込んでいきたいと思います。まずね、バター、これはもうパートシュクレの時とは違って、もう普通に室に戻して柔らかい状態でいいです。もうこうやったらもうすぐにほんとほぐれるぐらいの硬さにしておいていただけるといいと思います。でそこにふるった粉糖を加えます。で、バターに粉糖がこういうふうに混ざったら、また卵を少量ずつ加えていきます。別にここで先ほどもご質問あったように、粉糖ホイッパーで混ぜても問題はないです。でこのように混ざったら、またふるったアーモンドプードルを加えます。でこのように混ざったら、最後にクレームパティシエルを加えます。
で、これをこのまま入れてしまうと、どうしても冷えてしまっているので、パスティエが硬くなっているので、ダマになったりしやすいです。なので、あらかじめホイッパーなので、このようにほぐして、しっかりクリーム状にしておいてください。で、このようにクリーム状になったら、先ほど混ぜ合わせた方に加えます。で、しっかりここも混ぜておきます。冷蔵庫に入れて冷やしておいたもののパンプシュクレの中に絞り込んでいきます。で、これ絞っているのは丸の口金ですね。まあだいたい10番とか11番とかでいいと思います。こういったもので絞り込んでいきます。だいたい高さでいうと8分目ぐらいですかね。8分目ぐらいまで絞り込んでいます。で、絞り込んでさらにまた、冷蔵庫の中に、入れます。30分ぐらいは寝かしておきたいです。もしね、時間がある方であれば1日ぐらい入れておいてもいいと思います。30分冷やすのがこちらです。30分冷やしたら終わっちゃいますからね。はい、すみません、同じものなんですけど。で、これを、オーブンに入れていきます。だいたい、170度のオーブンで、まあ、25分前後ですかね、焼き上げていきます。はい、で、すみません、これがあらかじめ焼いておいたものですね。こういった焼き色まで焼き上げていきます。で、続いてクレームシャンティです。クレームシャンティ、生クリーム 40% のもの、まあ別に 42% とか 38% でも多少の濃さは問題ないと思います。ここにグラニュー糖 8g、まあ、これは 8% の、量ですね、生クリームに対して。で、加えて、そしてバニラビーンズペーストを少量加えます。で、これで、泡立てていきます。8分立てまで泡立てていきます。で、必ず氷水の上で泡立てていってください。氷水の上で立てないと泡立てないとどうしてもバッサバサになりますね。これぐらいまで。まずね、これもね、いきなりクレームシャンティーを入れて混ぜてしまうとどうしてもダマが残ったりするので、ここで一旦クレームパスティエルだけをこのようにほぐしておいてください。30g のクレームシャンティーを加えます。こうやってホイッパーで取れる程度の硬さまで泡立てています。はい、30g 入ったらこれをしっかり混ぜ合わせていきます。まあ、色が均一になるまで混ぜ合わせたら OK です。で、これでクレームディプロマットの出来上がりになります。こんな状態。では、これで、イチゴをカットとかしていって組み立てをしていきます。まず、タルトの上面にクレームディプロマットをいきます。で、これを、飾っていきます。この上にね、こう白すごい綺麗ですよね。赤と白のコントラスト、白さ
でこんな感じでランダムに、まあ方向はこう全部横の方向っていうんですかねにこう並べていきます。で8分立て9分立て程度ですね、生クリームシャンティ泡立てたものに、これお湯です。だいたい60度か70度ぐらい、あんまり沸騰したてだとどうしてもあの生クリームが溶けすぎてしまってやりにくくなるので、だいたい60度ぐらいですねにしておいたものに浸して温めておいて、それでこれをこう入れていきます。でこの上に飾ります。で温めてスプーンでこう取ってもらって、でこれを上に置くと、はい、でこれで出来上がりになります。なります。かわいい。